ちゃん、ひよりちゃん。あれ、ここは。はあ、よかった、レイちゃん。ずっと呼びかけても揺さぶっても、いろいろ魔法を試しても起きなかったから不安だったよ。ああ、ユイ、よくわからないけどごめん。危険な冒険中にうたた寝をするなんて私らしくない失態だ。頭がぼんやりしている。状況がわからない。前後不覚だ。あれ、なんで私たちはランドソルにいるの？わかんない。私、みんなを起こそうと思って頑張ってたんだけど、そしたら急に不思議な光に包まれて、気がついたらランドソルの大通りにいたの。そのままにしておいたら馬車とかに引かれると思って、頑張って道端のベンチまで運んだんだよ。大変だった。でもよかったよ、目を覚ましてくれて。うん、本当にごめんユイ、心配をかけて。あー、よく寝た。気分すっきり。あ、ひよりちゃんも起きた。ほっとした。二人ともうなされてたから心配だったんだよ。よくわかんないけど大丈夫大丈夫、私は元気いっぱいだよ。いやー、びっくりした。今の何？爆発？あ、ていうかなんだか周りが賑やかだね。そういえば今日からしばらくランドソルではお祭りが開催されてるんだっけ。みんなで屋台巡りとかしたいね、せっかくのお祭りなんだし。って、なんで私たちランドソルにいるの？またテイの魔法陣を踏んじゃった？その疑問を解明するのは後にしよう。それよりもみんな身構えてほしい。緊急事態が発生中みたいだから。世紀の大悪党ノエム様の前にひれ伏すがいい。よし、ナイトメアの連中は引きつけた。王宮の攻略は任せたぞ。コーラ、そこの君。今すぐ狼藉はやめて神妙にお縄につけ。うんうん、暴れちゃダメだよ。お祭りを楽しんでる人たちが怪我でもしたら大変。お、懐かしいなお前ら。知ってる人？いや、ユイ、何もかも全部お前のせいだ。お前があんな願いを叶えたから。諸悪の根源め、ここで死ね。お前が死ねば世界は全部元通りになるかもな。ユイ、下がって。言ってることはわからないけど、あの子の殺意は本物だ。やる気か？なら久しぶりにドンパチやり合おうか。さあ、正義の味方、主人公、愛おしくて憎らしい私たちの敵。幸せだった日々を取り戻そう。ほんの一瞬で消えちゃう夢だとしても。なんでこんなことに。あの子は一体何を言ってるの？でも、よくわからないけど、ドキッとした。私のせい、何もかもが、どういうことだろう。
私の願いって何？